はい、どうもジョーカーズです。どうぞ。もうもふみです。俺は言いたいことがある。何ですか？ジョーカーズでさ、最近こうクイズ企画というかさ、やってるじゃん。はい。幾度となく一般常識クイズみたいなやってきたんだよ。やってきましたね。うん。問題がむずすぎる。そうだね、うん、全然一般常識じゃない。国際なんとか条約機構とかそんな機構知らんぞと。いや、俺はもっとね、なんだろうね、例えばだよ、五千円札に描かれてる人は何でしょうとかさ、そういうレベルじゃん。こう、いや、そんなこと知らないのまずいよぐらいな、うんうん、あの気候知らんでも恥ずかしくないもん。別に知らんけどっていう専門的な、そう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 、だから一般常識じゃねえと俺があの後クレーム言ったのよ。そうですね、マネージャーに。はい。まあ、そしたら、まあ、もっと単純にアプリとかでより、普通にもうサイトで調べた方がよかったの。アプリでやるからこそ、なんかちょっとマニアックで作ってる人が、ああ、であったのよ。であったんだよね。この間は恐ろしい時間。もうやってみないと分かんない。そうですよね。タイトルの通り、はい、今度こそ一般常識クイズ。わあ、もうこういうでも言わないとね、もうできないと思ったんだ。なんかこう、もうちょっとこうフランクにいきたいんだけど、いつもなんかこう WPO とか悩まされるよね。ああ、なんだ何それみたいな。今度こそ、はい、我々の一般力をね試して、そうですね、皆さんも分かるような問題、皆さんのね、この僕たちに対するバカ払拭ということで。それはね、できんよ。ということでやっていきたいと思います。それでは第1問。ちょっと待ってくださいね。はい、少々お待ちください。はい、少々お待ちください。ちょっと待ってを丁寧語で言いますと、少々お待ちくださいませ。一般常識です。一般常識です。消えちゃったからさ、見てたサイトが消えた。うん、管理者が暴れ出したのかね。うわぁ。はい、それでは準備ができましたので、準備ができましたね、やっていきたいと思います。それでは第1問。現在の千円札に描かれてる人物たら。例題の似たようなのが来ちゃった。これあれじゃない、漢字もちゃんと書かないといけないんじゃない。俺同棲した。俺も同棲した。これだっけ。俺なんか忘れちゃったけど、うん、いいかな。いきますよ。いいよ、一緒に行く。うん、せーの、はい。そうだ。ママハミ正解。やったー。いいねーよ。まあでもこういうことですよ。はいはいはい、こういうことがやりたかった。だから僕今一般常識ないです。っていうことになってしまいますね。じゃあ一点書いてください。え、マジでド忘れしちゃって、でも恥ずかしいな、これ意外と。恥ずかしい。恥ずかしい問題でいいんだよ。一般常識だからゆえに、やっぱ間違えると恥ずかしいです。それでは第2問。走れメロスを書いた小説家は誰でしょう。走れメロス、作った人、書いた人、作者でしょ。作者。漢字わかんねえと。答えればいい、とりあえず。漢字絶対わからん。走れメロスが俺わかんない。走れメロス寄ったでしょ、小学校とかで。はい、バン、ダザイオサム。あー、ダザイオサム。僕、メロスケダチさんです。自伝ですか。違うな。僕ですかね。ダザイオサムさんか。ダザイですよ。それでは、第3問。面積が一番小さい都道府県はどこ。あー、なんか番組かなんかで見たことあるな。俺こういうの得意ですからね。チリ大好きだ。チリ大好きだ。今一中生が大爆笑してる。わかる人には。見てんのかな、俺の同級生とか。見てるって言われるけどね、会うと。もうあれじゃない、なんか。じゃあ、ゴジレじゃない。ふざけんなよ。じゃあ今度は僕からいきますね。はい、どうぞ。一番面積の小さい都道府県。こちらです。大分県。大分って大きくね。僕いきます。バン。香川県。イエーイ。大分県の皆さん、すみませんでした。じゃあ第4問。赤色と青色の絵の具を混ぜると何色になる。せーの、バン、紫。正解。正解です。第5問。19世紀とは西暦何年からでしょうか。はい、はい、どうしていきますか。じゃあ僕からいきましょう。はい、答えはこちら。1900年から2000年。僕が行きました。1901年からかな。どっちも違う。うん、違う。
1801年。あー、そっか、19になるあれだもんね。そっか、はい、普通にバカこれが、これですよ、この恥ずかしさですよ求めていたのは。やべえ、だって、なんとか聞こう、恥ずかしくなかったもんね。全然恥ずかしくない、この恥ずかしさですよ。あ、ハテナのままは動画終わっちゃったそうそう、うんっつって第6問、陰暦で弥生は3月なのですが、神の月は何月でしょう。え、なんかあるよね、それ、それわかんないんだよな確か、いやー、どうだろう。これはもう一緒に行きますか。うん、せーの、バン、5月、8月、10月。ああ、の秋だと思ったんだよね3だったら俺知ってる、もう弥生って生まれた月だったから。俺はなぜか12月しか知らない第7問、最高気温が30度に達した日を何と言うでしょう。普通にあれだよ、ね、せーの、バン、猛暑、真夏日。贅沢の正解。いやー、猛暑確か32度以上やん。マジで、うん、猛暑日が35度。5度か。いやー、第8問、割り算の答えのことを漢字一文字で何と言うでしょう。あー、すげえちょっと出てきた。え、漢字合ってんのかなこれ。足し算で言うと和みたいなやつよね。そうですね。ああ、ちょっと今お昼の放送が入ります。はい、これって何時になるの。11時50分。あ、そうなんだ、もうすぐお昼って。え、知らないの。そう、一般常識だよちょっと一定減らしてくわ僕は分からなかったんで、僕からいきますね。はい、はい、こちら数お前数とか言う、お前何でもありじゃねえか席、商、あ、商売の商。あー、席は掛け算だ。掛け算。第9問、数の子は何の魚の卵でしょう。あー、俺嫌いだからな確かに、もう一人くんから。はい、こちらマグロいやあ、はい、ニシンですね。ニシンなんているの。ラストですね、最終問題お願いします。三大栄養素とは、炭水化物、タンパク質、あと一つは。それは簡単でしょ。なんだろう、なんだろう。じゃあ、せーのでいこう、最後ね。はい、最後、せーの、バン脂質、鉄分、ゆとかさ、よっしゃー。おー、こっち合ってんの。おお、脂質、バカ一般常識だぞということで、最終問題終わっての点数を発表しましょう。僕5点、僕2点。もうやだーやだー僕は半分なんで、まあまあまあいいんじゃないかなと。いやー、すごいね。もう常識ないですよ。常識ないかもしれないね。まあただ僕がやりたかったのはこれなんですよ。間違いない、はい、これだ、これだ、求めていたのはこれだ。これだ、こんな問題でね、常識あるかないかなんて、ね、決められても困っちゃうんですよ。いやー、そうです、間違いないですね。はい、僕常識あるんで、まあね、ちょっとこのレベルの問題を今後ね、やっていきたいんですよ。はい、なのでね、また、違う形かもしれないですけど、はい、こういった企画やっていきたいと思うんです。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ジョーカーでした。アディオス。